のアニメ秘宝。はい、ということでですね、はい、私そういえばかれこれ2年ぐらいですね、ラジオで私のコーナーとして自分の好きなアニメのねクイズをやっているので、これここではそこでは紹介しきれていない私の好きなアニメについて紹介していきたいと思います。ということで今日紹介する作品はですね、無限の住人という作品です。もう有名、超有名作品で、これはですね、一番最初はですね、1993年にアフタヌーン式にて、月刊アフタヌーンにて連載されていた、日本の漫画です。内容としましてはですね、もう復讐の物語です。親を殺された子供の無限子を見守りながら、無限にある時間の一部を復讐に使い果たすっていう物語ですね。はい、ということでですね、まあまあ本当もうこのままなんですけども、内容としては、武士がまだねいる江戸の世界で、百人斬りって呼ばれている、ね、不死身の男万次さんですね。で万次さんは、妹いたんですけど、妹も殺されちゃっていて、でとそしたら知り合いの老婆からこの凛を、ヒロインなのかな、主人公の一人である凛を紹介されて、で復讐を、凛は両親を殺されていて、道場の子なんですけど、道場の子で両親をの天津影久っていう、一刀流の人に殺されているの でそれで復讐をしたいって言って、万次さんに手を貸してもらうっていうところから話が進んでいきます。で、なんかね、復讐の物語なんで、まあ淡々と永遠と結構暗くて、まあ、すごい楽しいです。はい、あ、違う、ちょっと待って、まず、まあ、これまず漫画で出ていてですね、アニメ1回ですね、アニメ1回目の放送は2008年に全13話ワンクール放送されていて、その後というか最近ですね、最近2019年に24話、アマプラでタダで見れました。無料でも見れて、見れてすごく面白かったです。そしてですね、映画、実写映画にもなっていて、舞台にもなっているすごく有名な作品です。でもうね、まあ、みんな悲しいんですけど悲しいんですけど、私の好きな、多分私の好きなシーンはですね、私白が好きなんですね。白っていうちょっと頭おかしいキャラクターが好きで、すごいずっと万次のことが大好きで、万次大好きすぎて、最初は最初ね、この一刀流っていう天津影久っていう仇みたいのがいるんですけども、この人一刀流っていうその宗派の人で、でその人をなんか探しに行くんですけど、探しに行って、でもその人たちもね、いろいろあって、なんかそんなにその政府からよく思われていなかったり、他の流派の人がね、倒しに来たりしていて、でその当主がその天津影久っていうキャラクターなんですけど、まあ、この人も普通にいい人で、なんかのヒロイン途中で、途中で指名手配されるのかな、あ、そう、天津影久を、倒すために他の白とか、ギーツさんと百人さんとか、ね、その辺と手を組んで倒しに行くんですけども、倒しに行こうって最初なって、でなるんですけど、そうするとですね、そしたらね、白がなんだっけ、つくつくのさ、すごいいい人ね、マガツの好きな女の子
好きだった娼婦を殺していて、でそれとかでおこでまあそれもあのそっちのその白とかの作戦だったんですよ。でその白にムカついてもうプンプンプンってリンがなって、でそしたらそこ通れなくなっちゃって、で白たちってあのハバキっていう政府のすごい偉い黒幕みたいな人があの雇ってたんですね。雇っていて、でだから、まあ、政府にすごい顔が利いて、で通れなくなって、ででもあのまあ通るんですけど、なんか私妊娠してたんですみたいな感じで通るんですよ。通るんですけど、でもその後にまあ行き倒れてしまった時にその一緒にね、ちょっとだけちょっとの間旅をして、まあすごい普通にいい人っていうあの伺って、そうですね、めっちゃ面白いんでぜひ見てください。あの全員ね、悲しいけどなんかいろいろ考えさせられる作品なのかなって思います。あでもね、あと私が好きなキャラのもう一人は連蔵くんっていう少年なんですけど、連蔵くんはその一刀流のそのお面とかつけてる美意識ちょっと高い、化粧とか直しちゃおうみたいな、なんかちょっと美意識高いおじさんがいて、でそのお面作りのおじさんがいるんですけど、お面作りのおじさんの息子なんですけど、でなんかその時にリンとかをリンにあの、まあ、会いに行ったんですよ。でその時にその殺すのを見てしまって、でもあの万事のことを殺したと思ってるんですね。殺したと思ってるんですけど、万事あの不死身なんで殺せてなくて、でその後にあのなんだっけ、クギが出てくるところね、あの全然うまく喋れない、どうしよう、あのなんだっけあの人、あの不死身の実験室みたいなのがあるんですよ。政府不死身の実験室みたいなところ辺があって、で不死身実験室のところで実験をしている人たちがいっぱいいるんですけど、そこになんか万事も、まあ、研究材料として、ね、あの捉えられるんですけど、それを、あのリンの家に泊まりに来てるあの釘宮さんが声優さんやってるあの少女とかと一緒に助けに行って、そしてであの白とかの一員になっててですね、でもうすごい運命を翻弄されていて、でも最終的に白ものいいところもいっぱい見てきたけど、最後あの嫌なところもいっぱいあるけどっていうので、で結局ヒロイン殺せなくて、殺してもいいよって言って、私が殺したんだから殺してもいいよってなるんだけど殺せなくて、で最後はあの総理のところで、あの描写だけど総理のところで絵描きになっていて、なんか一番なんだろうな、多分この物語の中で、まあ、この物語結構みんなね成長していく物語なんですけど、この結構みんな好きだと思います。最強、この、無限の住人の中でも一番最強だって言われているキャラが、このあのマキエちゃんっていうキャラクター、娼婦なん、最強だけどその人を倒して、生きていくよりも人を慰めて生きていく娼婦の方がいいよねって言ってるキャラクターがいて、でそのキャラクターはもうなんか多分この世界の中でね最強なんですけど、最強なんですね。でとか、もう、まあ、成長を見ていって、最後死んじゃうんですけど、成長を見ていけるし、そうですね、いろんなキャラクターの成長を見れて、 でも一番なんかやっぱりさ、子供の成長が一番さ結構なるかなって私は個人的に思っていて、それがすごい、楽しかったです。はい、いや全然ねうまく説明できないまま10分ぐらいが経過しようとしていて、ちょっと見てください見てください。そして最後はその
みんなで羽吹さんとかを倒すんだけど、その後にじゃねってなるところでやっぱり殺すっていう、やっぱり復讐をして、その終わって、でももう一緒にね、復讐を一緒にした仲間とは一緒にいられなくて、で、うん、ちょっとヒロインも大人になるって感じで終わって、で最後はじゃあみんななんかそのね、まあ、やっぱいい人はさ、いい風に終わってほしいよねってみんな思ってるから、マガツは農業してたりして、うーん、あと百輪さんは子供産む直前みたいな、でもやっぱいい人で、最後までいい人で、でうんっていう終わりがあって、でそしてそれよりももっと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 多分後にまた万事が出てきて、で、ロバにまた少女を紹介されるんですけど、その少女が持っている、途中ね、釘宮さんが、釘宮さんって言っちゃった、まあ、そのキャラクターが意思をつないでいく剣だよって言って凛に剣を渡すんですけど、家賃として剣くれるんですけど、その剣を最後もらって、ああこういう思い出もあったなってっていう終わりでした。はい、ネタバレですね。ぜひね、私の説明だとめちゃくちゃ分かりにくいんですけど、めちゃくちゃ面白い作品ですし、もうね、ぜひ見てみてください。ちょっと分かりにくかったな。うん、あとね、もう一個好きなのが、まあ、好きなセリフがエイクっていう、その不死身なんですけど、そのキャラクターも不死身でずっと生きているんだけど、なんかなんとなく虫の息で長生きをしてしまって、でなんだろうな、やっぱりさ、夢とかあるけど、目標もあるけど、その目標を生きて必死に生きて目標を達成できないのと、ぬるっと生きて、ああこれって達成できないんだなって思うこと、それってどっちが幸せなんだろうって考えるのが、まあ、結構最初の方のまであるんですけど、それはめちゃくちゃ人生やっぱりみんな長いじゃないですかっていう時に考えさせられるのかなって思いました。あとやっぱりね、戦闘シーンが楽しいですね、やっぱりこういうバトルものは。はい、うんうん、あ、私不死身の研究、あやめブランドさんですねもうすごい、うん、ちょっとマッドサイエンティストになっていくんですけど、すごい好きなキャラクターの一人です。いや、っていうか結構みんな好きですね、私は。はい、以上です。ぜひ見てみてください。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それじゃあまたね。ちょっと説明下手ですいません。